はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ、はるかです。そうです。今回は今回は、パンプキン。ソウさんのパンプキン。ね、うん、実際、走ってもらってて、やっぱり、その、よちよち感から、脱却したいなっていう、ね。あ、まあ、あの走りはね、あれで。そう、あれはあれでいいんだけど。面白いんだけど。うん、やっぱ、基本やっぱ、1台で運用してるんで、うん、自分のやつ貸すっていうよりもやっぱ、ね、うん、自分の車体で思いっきりちょっとね貸さないね、うん、したいかなと、うん、でそのやっぱりランチボックスパンプキン の基本車種だとダンパー交換したりとかやってもやっぱ限度があるんですよね。元々の重心が高いとかそういう部分でどうしようもない部分なんでペトロ早く性能を上げてしまおうということで、自分が一番メインで使っているブリッツアービトゥールの、こいつは車種の名前ないんですけど、こちらの手前のですね、これが一応車体としては、スタジアムサンダーっていうモデルの車種で、それのボディポストを、共有化させることで、手っ取り早く乗っけて、精度を上げてしまおうっていうことをちょっとやったんですね。うん、今ちょっと乗せてみますんで、ですけど。どうですね、はい、終わりました。早い。ですね。パッと見、ね、上物を変えただけ。うん、で、これで、一応、今、バンパーレスが好きなんで、ですけど、純正バンパーくっつけると、フロントバンパーも、抱え込む形で、やってくれるんで、一応フロントぶつけてもバンパーは守られるっていう位置で前後やってます。で、あと、おけつ上がりはもう自分の好みで、ですね。で、実際、これで、走ってみると、どうですか？全然ね、走行、ね、ぽってりとした走りからね。ね、うん、機敏というかね、なんか、まあ、走りが全然違うね。うなんか荒れたら見てもそうだね。タイヤね、綺麗に沿ってくれるから、ね、全然違うパンプキン、うん、走行ね、してる、操作してる感じが。ボディはパンプキンだけど、中身は違う。ちゃんと地面に沿って走ってるなんて。うん、こういうカスタマイズも非常に面白い。そうですね。そう。で、今の、これなんですけど、ボディがやっぱ縮尺がスケールが違うんですね。で、パンプキンが12分の1でスタジアムさんだけがやっぱ10分の1っていう規格なので、お尻のモーター部分が出ちゃってるんですね。その部分で、まあ、これもこれで厚いんですけど、ちょっと縮尺を合わせるのに本当に楽グッとなるんで、うん、これを乗っけてあげたら綺麗に収まるかなみたいな。ね、角度を変えると、ね、そうだな、はい、まあ、サイズが違う、サイズが違う、収まりましたですね。そう、お尻も収まりました。これで10分の1同士になりました。まず見た目がね、なんかちゃんと収まってる感じだね。一応こだわりとしては、フロントのコイルのハウスのとこは位置を合わせて収めてる感じ、うん、やっぱボディを移植するっていうのはその位置関係でいかに自然に見せるかみたいな、うん、やっぱねこれも自分の好みで前傾姿勢ですけど、ね、うん、やっぱテンション上がるんで、うん、前傾姿勢だと、まあ、そこもこだわりのね一つかな。走行性能が悪くなるんですね、うん、ただやっぱ後輪駆動で後輪駆動のラジコンはやっぱりお尻が流れてそれを逆ハンドルでカウンター当ててね、うん、修正するっていうのも楽しみの一つかなって思ってるんで、あえてバランスを悪くする方向で、あ、楽しい楽しい、暴れるの、そう、暴れるわ、そう、暴れるわ ね、 ね、うん、いや、てかね、最初はそこからね見ちゃってる感があるね、ブリッツアビートでね、こちらね、8.8
8.5 のね、ブラシレスでクレイジーなんで、うん、そういう部分があって、層的にはね、もうそこがもう最初で入っちゃってるんですね、うん、ちょっとまともな走りが、ね、そこを見ていないというかね、うん、一応、奥さんの手としては、あのブリッツァーの部品取りとして、マルシャをそのまま買ったっていうことですけど、一応、ね、部品取り兼、層さんのセカンドフレ、ね、写真みたいな、うん、まあ、要は2台買ってる、そのまあ、そこはあのごまかし方だと思います。テクニックの一つとして、ものはいいようで、そう、部品がいいと、そこはね。で、結果的に、そう結果的に、あの1台分あの、うん、ボディ欲しがってるんで、今度は何かのボディが買えるんですね。ね、そう。これはどうなんでしょう ね、これはね。うん。なんかちょっと欲しいボディあったら、なんか買おうかなみたいな、うん。これはまさに台数を増やすコツ。いいですね。うん、であのボディだから、ラジコンじゃないよ、ボディだけだよ。部品取り。部品取り。そう。これはおすすめのテクの一つです。です。はい。そう、ボディだけなら安いんで。うん。そうね。ね。うん、新品でも中古でも。また中古を買って、その自分用にそのカスタムし直すっていうのもありですし、うん、あの、まっさらな新品からピカピカの状態で作り直すっていうのも面白いんですけど。うんうん、自分はね、結構あの、タミヤさんのオリジナルが好きなんで、ほぼオリジナルで組んでるんですけど、うん、もう本当ボディはオーナーの好みでガラッとイメージも変わるんで楽しんでみたいな、ね、楽しみのね、一つとしてそこは、うん、まあ、ぜひちょっと部品取りを理由に増やしたりなんてちょっと増やす資産の一つですね、はい、こんなのもあるよみたいな、うん、あれでした。はい、うん、まあね、細かいね、あの写真のね説明はまた追って、はい、ご説明動画を流す感じで、はい、またお楽しみに、さあお楽しみにしてください、うん、じゃあこれは以上です、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。